16世紀の創造がラウールは、ブルゴーニュコ西フランク王。ご存家からのただ一人の西フランク王だった。ラウールとも書く。ドイツ語ではルドルフ。英語ではルドルフ。ブルグンとオールドルフ一世は別人。カロリング朝の末期で、西フランク王国の両方諸公が力をつけていた。それら有力者の一人、ブルゴーニュコリシャールと、 ベルフケ・オセール博・コンラート2世の娘アデラ・イードとの長男に生まれた。921年父が母子、ブルゴーニュ公、オセール博、オータン博、アバロン博、オセールのサンジェルマン寺院司教、サンスのサント・コロンブ人司教の位を継いだ。寺院には所領地があった。921年、パリ博・ロベール1世の娘で、遊具大公の姉、エマと結婚した。 彼女は、ベルマンドアハクエルベール2世の妻アデールと、イボ姉妹の間柄だった。ラウールとエマの間の一時類は創生した。時の西フランク王シャルル3世は、そのロレーヌ領有への執着から、国内の生俗諸公に嫌われて922年に、敗され、変わって即位したロベール1世は、923年6月、シャルルハイ王とソワソンで戦って没した。当初、 ロベール一世の後継は、息子ユーグとみなされていたが、ユーグが王位継承を拒否したため、ロベールの女性にあたるラウールが王位を継承することとなった。翌月、ラウールはソワソンの三メダ修道院で性別され即位し、弟のユーグクロコウが、ブルゴーニュコウを継いだ。義兄のベルマンドアハクエルベール二世は、シャルルハイ王をペロンヌの城に遊兵し、シャルルは929年告示した。 924年、ロワール側から侵入するバイキングを遊具対抗と協力して退けた。920年以降半ば独立した形で、ロレーヌを支配していたギゼルベルトは、ラウールの即位後しばらくは、ラウールと強調していたものの、やがて、ラウールの圧力を受け東フランク王ハインリヒ一世側に着き、925年にハインリヒは、ロレーヌに侵攻。 ロレーヌは東フランク王の支配下に入った。935年、マジャール人がブルゴーニュを犯すことがあった。13年の在位の間、異例はほぼ全国に行き届いたという。また、治世中は国内諸公の勢力均衡に配慮した。ラウールは936年1月14日または15日にオセールで病没した。規定、遊具大公が勢族諸行を解き、 イングランドのウェセックスに亡命していたカロリング家の竜を次の西フランク王に迎えた。ありがとうございます。